やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。カバダス秘術別、経営者向き選手権と個人事業主向き選手権を同時にやろうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあって、で、空き情報は、たまきの人生向上委員会っていうオンラインサロンでお知らせしてます。そうじゃなくても1日1回はチェックしてれば絶対取れるはずです。はい。あとお知らせ1個させてください。ズバッと叶える手帳とブレスレット販売中でございます。ぜひ告知動画ご覧になって1年かけて新月満月のライブも使って願いを叶える体質になりましょう。一緒に頑張りましょう。はい。さて、ここでね、意味を言うよ。経営者向き選手権。経営者っていうのは個人事業主とこれ違うから、ここで違います。まあ、個人事業主は、あ、こっちから行こうかな。個人事業主っていうのは、会社員じゃない。雇われないで働くっていう意味全般で言ってます。雇われないで働く。なので、うん。会社辞めて自分一人でなんかやるってなったら、もう何でも個人事業主よね。で、経営者向きっていうのは、さらに会社、組織、ね、法人を作ってですね、人を雇ってその人たちをこう動かすみたいな。自分が動くっていうよりはなんか、まあ自分も動くけど、まあ、うん、人をこう上手に動かすみたいな、そういう意味ですね。うん、なので、ちょっとっていうか結構意味は違う。そう。同じ雇われないにしても、こっちはただの雇われないだけど、こっちは雇う方だからね。うん、雇う方なんで、うん、人を雇うと、自分だけっていうのは大いに違うかな。はい。じゃあ、どうしようかな。どういうふうにいこうかな。まず、経営者向き順番にいこうか。まあでも一番言われてる、もう社長気質って言われちゃってるから、一番に8を持ってこざるを得ないの、多分。8。はい。経営者8で。もう、社長気質って、社長タイプっていうね、なんかタイトルがついちゃうくらいだから社長でございます。で、次が22かな？うん、22。22、3かな？続いて迷うのが1と9が、そう、1リーダータイプっていうでしょ？ただ、どっちかっていうと1個人事業主タイプなんだよね。なんか一匹狼タイプなので、9と1迷うな。9の方が上かもね。うん。9、1にしとこう。順番として。9と1。うん。1、3はね、1匹なんですよ。うん。なので、リーダータイプとはいえ。で、続いて、向いてるのが、難しいな。この辺になると、ごちゃごちゃって、待って、向いてない方言っていい？向いてない1は、2かな。ジャニーズの中で、それこそ、いたねに、誰だったっけ、とにかく、そう。ジャニーズ事務所は、こう、そう、経営者向きじゃない数字が揃ってるんですよね。ちょっと前。3も違うよね。3も経営者って感じじゃない。で、あと、113も違う。113。うん。11の社長。あ、たまにいるけど、そうだね。個人鑑定でご相談受けてても、11さんは社長って感じではないね。うん、個人事業主はできるけど、社長ではないかな。あと、33も、パワフル。あ、難しい。30、でも33の、33になっちゃった社長いるな。あ、でも、どちらかというと、自分が、なんだろう。自分の表現っていうか、自分の能力を最大に発揮するみたいな感じの社長タイプが多いから、どちらかというと人を動かしてるっていうより、自分の能力だよね。うん、自分 の能力みたいな、11とか33の人は。うん。これはね、同じマスターナンバーでも22との違いなんだよな。で、さあ、この4、5、6、7の振り分け方が、超絶難しいよ。4、5、6、7はどちらでもないかな。うん。どちらでもない。どちらでもない。が、4、5、6、7。
やろうと思えばできるし、けど 100% 向いてるよともこうおすすめも強くはできないみたいな。でもこの経営者の方多いけどね。7のも、まあ6も多いか。4があんまり見ないかな。あ、でもみんな同じくらい見るかな。まあ見る。個人鑑定でも見ます。見るけど、このあたりの、数字よりやっぱガツガツしてないっていうか、なんだろう、ちょっとそう、不器用なところがあるよね、経営に関して。若干そう、経営っていうところに関しては不器用さ、経営のね、を少し感じるかな。でもできないわけではないよ。熱意があってやりたいって言えばどうぞどうぞっていう感じ。うん。そうだからよ。うん。どうぞどうぞって感じ。本当に。で、続いて個人事業、なんか全部だよね。はい。で、個人事業主向いてる。個人事業主。まず1だろうね。うん。1。あと33。そう、この辺だよ。33。あと11。そうなんだね。こっちでは、経営者ではちょっとなーって感じなんだけど、個人事業主となると、パーンとこの辺のね、11、33が出てきて、あと5かな。こう、個人事業主ね、向いてない方が少ないかな。なんか好きなことだから、大体、まあ、好きなことってできちゃうさ。大体ね、みんな。あと、まあ、8も、ここで多分出るでしょ？行動力あって。まあ、会社員と、組織の中でも働けるけど、まあ、別に一人でも全然平気みたいな。あと、9もいけるな。9も全然いけちゃう。3も表現者。ただちょっとサポートがいるかもね。3も書いとこう。3、芸術、芸能関係とか、それこそ表現者として。全然ありだよね。さあ、残った方が、いや、22も、22、この辺に行けるよ。22。22行ける。どこだ？この辺に置いとくか。22。で、さて、残り2、4、6、7。個人事業主。いやー、個人事業主って、いやーね、何度も言うけど、好きなことをやるだけなので、行動力と勇気さえあれば誰でもできちゃうんだよね。ただでもやっぱ組織の中にいた方が能力発揮できるかなみたいな感じになると。まあ、2? うん。でも両方1になっちゃった。2、2、3でしょ？ 4、7 も職人派だ。職人、まあ職人も。うん、組織の、7はさ、組織の中で出世するタイプなの。4も組織の中で重宝されるでしょ？ 6もいや、別にできないことはないんだけど、組織の中で、もう4とか6は、4と6ね、4と6は、組織、あ、まあ7もだけど、組織の中で、ありがたがられるの。ありがたい、ありがてぇ、ありがてぇ、みたいな。この人たちは本当ありがたいみたいな。まあ、任務かな。まあ、うん、この辺は、そう、なんかいてくれるとありがたいんだよね、みたいな。うん、6は調和を保ってくれるし、7はこう、チャキチャキってこういろいろ刺して、黙々とやってくれるし、4も地道な作業をひたすらやってくれるし、真面目だし、ね、規則とかルール守るし、ありがたい存在なんですよ。全部言った ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。でもこの2、4、ね、7、6の方々も別に個人事業主やるなってわけじゃないの。うん、やるなではない。うん。向いてない方やるなとは違って、雇われてるとめっちゃありがたがられるよみたいな。うん。で、この辺の人たちは、このあたりの人たちは、個人プレイの方が、より、こう自分らしいかな、みたいな。自分らしさ、みたいな。発揮できるかもね。ただ、11さんもね、組織向いてたりするんだよ。事務とか。
そうなんだよね。また11さんの、まあ、どっちでもいけるみたいな感じがね、ほんとなんか黙々と事務作業してるとか、めっちゃ向いてたりするから、いろんな目を持つからな、11さん難しいんだよな、人によって。そうだね。ほんと11さんはカメレオンみたいなんだな、なんか、人によると、と人と 場所により。こんな感じですかね。やるな、ではない。ないからね。うん。こんな感じで、経営者向き選手権と個人事業主向き選手権でした。いかがだったでしょうか？ご自身なり周りの人を見て、ね、適職とかさ、なんか参考になれば幸いだし、異論反論あれば認めます。あ、でもご相談者様の中で私、5の社長多いん気がするんだけど、でも、多分悩んでるから5の社長が電話してくるんだよね、多分ね。多分。そう。この辺の22とか8の社長が経営に困ってますって、相談してこないんだよ。そうなんだよな。多分困ってないんだよ、あんまり。こう、困るからって、このあたりの4、5、6、7あたりの経営者の人が、経営どうしたらいいかしら、みたいな感じになるのかね。うん、そう、この辺ダントツ経営者多いのは確かなんだけど、相談になるとやっぱこの辺が多くなっちゃうっていうのは、そうね、相談するような事態になっちゃうみたいな感じなんだろうね。うん、はい。参考にしてくださいます。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。